エルバーエワさんが季節移動していたカラカルパクはカザフスタンの西南の隣アラル海の沿岸にあります。カラカルパクはウズベキスタンの一部ですが、カザフと同じような文化を持つ遊牧民です。長い遊牧生活の間に培われてきた彼らの人生の知恵は、この民族の間でもカザフスタン同様、年長者から若者へ歌という形をとって伝えられてきました。カラカルパクの吟遊詩人はジラウと呼ばれ、民衆からとても尊敬されています。シュルク民族の楽器には他にも様々なものがあります。これはサハ共和国のホムスと呼ばれる黄金です。サハは他のチュルク民族とは逆のシベリア北東部へ移動していった遊牧民です。この楽器は現在でも小学校や婦人会などで盛んに演奏されています。ソビエト時代、ロシア化が当然のことのように押し付けられる中で、サハの人々はこのホムスによって支えられ、民族の心を守ってきました。黄金はこの括弧の他に何種類もの鳥の鳴き声を表現することができます。一見単純に見えるこの楽器が実に豊かに自然を描写できるのには本当に驚かされます。この日本の琴のようなものはチャトハーンというハカス共和国の楽器です。以前は土の下に眠る先祖を慰め共に楽しむために裏板はありませんでした。現在では大きな会場でも音が届くように改良されています。7本の弦が張られており、日本の琴の字に当たるものは羊の骨でできています。ハカス人は南シベリアのタイガ、エニセイ川の源流地方に暮らしています。これは喉歌という特殊な発声の歌い方です。
аттасқыларды мен көріп, алғыс жетір пазырдым. Хари көрінміз тайғаларға, хары пазым туды пазырдым. この来たクライという縦笛はバシキール共和国の楽器です。バシキール共和国は南ウラルにある遊牧民族の国です。場所柄ロシアの影響を強く受け、顔立ちはヨーロッパ人によく似ています。バシキール共和国と日本はとても離れていますが、このクライから流れるメロディーは日本の追い分けと実によく似ています。今回の伝統音楽祭にはたくさんの若者が演奏者として参加しました。伝統音楽の伝承に携わる彼らに現在の心境を聞きました。私の受け持っている民族の歌、カザフ民謡のクラスではどこを見ても私以外に専門家はいません。音楽院の人々でも気持ちはヨーロッパの音楽に惹かれ、ピアノやバイオリンの方が人気があるのです。ですから伝統音楽は現在困難な状況にあると言えます。私はコンサート活動に力を入れたいと思っているんですが、教えることを続けなければなりません。教えることに時間を取られて、コンサート活動は制限されているのです。この民族文化の宝を若い世代に引き継ぐには私が教えなければならないのです。我々ハカス人の問題というのは、のど歌が1930年代から次第に消え始めているということなんだ。今はもう老人たちだけしか歌えないんだよ。英雄叙事詩だけは残っているけれども、その他全てが消えようとしている。若者が何とかして老人から学び取って伝えていかなければならないんだ。ロシア風の寄席みたいなものが若者に好まれて伝統音楽が消えていくなんて本当に耐えられない。